はいどうもこんにちは、ケンユです。今日は6月1日ですね。梅雨真っ只中なんですけれども、今日はね晴れてますね。また夕方から天気が崩れて雨が降るという予報なんですけれども、じゃあ今日も早速ねちょっと紹介していきたいと思います。でこちらの木が、ピンカートンですね。ピンカートンの木です。で今どういう状況かというと、まあ、結果がうまくいってでなりすぎたので、摘果をしました。で摘果をするついでに芽かきといってね、実の周辺から出てくる新しい芽を摘みました。で今はですね果実の肥大化といって、木の上になっている果実をですね、徐々にこう大きくしていっている時期になります。でここからあと5ヶ月ぐらいですかね、木の上で、油分をですねしっかりと蓄えてもらうという時期になるんですけれどもね、ちょっとその肥大化の間にですね虫にやられている個体がいくつかあるみたいなのでね、ちょっとそれを、今日はですね動画に撮って紹介していきたいと思います。はい、カメラを切り替えました。アボカドの木ですね。なってるのが見えるかな。結構ね最近肥大化をしてきていい感じになっております。はい、こんな感じですね。はい鳥さんたちもすごい鳴いている。で、あのぐらいの大きさになるとね、卵代ぐらいになると、まあ教科書的には落ちないジベレリンというね植物成長ホルモンが出て落ちないと書いてあるんですけれども、ガンガン落ちますねガンガンこう自然落下します。ちょっと悲しいですけれどもね。はい、で今日はですね今日の趣旨はあれなんですよ。実に穴が開いたやつがいくつかあったので、あこれとかね、あとあっちにもあるね、この一つと、これ取ってみましょうか。これも大きくなっても、ちょっとしょうがないので、これと、あと、届くかな、ちょっと取ってみます。これと、中に虫がいるのかな、これと、はい、理想が硬いですね。はい、ちょっと、はい、あともう一個、これも穴開いてるんじゃないかな。あ、開いてるね。なんか、リーマーというかこう霧で開けたような綺麗な穴が開いております。でちょっとこれをね今回割ってみて中にどういう虫が入ってるかっていうのをねちょっと確認していきたいなと思います。で入ってないのもありますね。あ、入ってない。あ、貫通はしてない。なんか遠目で見るとすごい貫通してるように見えたんですけど貫通してないですね。なんかねこうちょっぴり花皮に傷がついたような感じですね。これは何でだろう、何の虫が原因なんだろうな。まあいっか、摘果のついでにいっぱいなってるし傷がついてるやつを落としていくかっていう感じでちょっとプラスな、思考で考えていきたいと思います。はい、ちょっと他のアボカドの木なんですけれども穴が開いてるやつを見つけたんですよ。でその隣にねその上にね虫が乗っていたので、これ多分カメムシだと思うんですけれども、こいつが多分悪さをして穴を開けてるんじゃないのかなと一応今推察はしてるんですけれども、ちょっと撮ってみましょう。お、撮りやすい位置、カメラワークを考えてくれてるめっちゃ思います。一回シュッ、こいつを、ちょっと待ってくださいね。片手でやりながらなので足を持ちたいな。何カメムシだろう。あ、臭い、だいぶ臭いですね。多分こいつがねアボカドに穴を開けていると思うので、ちょっと、あ、臭いねカメムシ臭いねちょっとこいつちょっと仕留めていきたいと思います。ちょっとまたね、パトロールして回ってみたいと思います。ということでまた、アボカドのねこの局所的に開いた穴ですね、これやっぱりね調べるとカメムシのせいらしいです。でインターネットでアボカドを育ててらっしゃる他の農家さんもねこの被害で結構苦しんでる方が多いらしいですね。はい、で、まあ、ストローのようなね針状の、まあ、口をねこうアボカドとか、まあ、果実に刺して、でまあドロドロに溶かしてこう吸い取る養分を吸い取るらしいんですけど、まあ、その球根が、こういったまあ、くぼみとかね、黒ずみとかに、なるようです。で僕たちも他に
あのフルーツホオズキを育てていて、そこもカメムシがやっぱり来てね、あのよく栄養をとっていってるので、あの今コーヒーをこう無農薬で栽培してるので、コーヒーをこう散布しているんですけれどもね、まあ、効果がこうあるかどうかはちょっと、まあ、長期的に1ヶ月ぐらいかけて、調査していく予定です。でアボカドの方もね、ちょっとね対策をしていきたいと思います。まあ、基本的には草刈りをしたり、まあ、見つけたら捕殺ですね、捕まえて、まあ、やっつける、をしていきたいと思います。はい、ということでですね、今日もご視聴どうもありがとうございました。もしよければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。でいいねボタン押していただけるとすごく僕のモチベーションというかやる気が上がりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。ということでバイバイ。